どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、宇宙のどこかにあるかもしれない仮説上の天体4選というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。過去、現在、未来問わず、観測はできていないけど、こんなヤバい天体がありそうだというふうに考えられている仮説上の天体を4つまとめて紹介していきます。今回紹介するラインナップは、生食矮星、黒色矮星、ファーストスター、ホワイトホールという4つの天体でお送りしていく予定です。最初に登場する仮説上の天体は生食矮星という天体です。生食矮星は赤色矮星という天体があるんですけど、その天体の末期の姿ということになります。太陽のように中心部で核融合反応を起こすことで安定的にエネルギーを供給し続ける天体を恒星というふうに呼びます。恒星の中でも質量によって、中心部での核融合の激しさというのが全く異なってくるので、恒星が放出するエネルギーの強さもピンキリとなっています。最低と最高でどれぐらい下がるかというと、億倍単位で差があるっていうふうに考えられています。そんな広い恒星の世界の中でも、特に質量が最も軽くて省エネな恒星というのは、赤色矮星というタイプに分類されます。恒星というのは質量が軽く省エネなほど安定するために、こちらの赤色矮星は恒星の中でも圧倒的に長寿であることが考えられています。太陽の寿命はだいたい120億年程度っていうふうに言われているんですが、それに対してこの赤色矮星は数兆年から十数兆年ぐらいの寿命を持っているというふうに言われています。宇宙の年齢ですら138億年っていうふうに考えられているので、超年単位の寿命を待つこちらの赤色矮星という天体はこの宇宙の中で一度も寿命を迎えたことがないということが言えます。むしろこの宇宙に存在する全ての赤色矮星というのはまだ赤ちゃんであるということになります。そのため赤色矮星の末期の姿は誰も見たことがありません。なので赤色矮星の進化については仮説の域を出ないんですが、どうやら別のもっと質量が大きい恒星とは異なる特殊な進化過程をたどるというふうに考えられているようです。恒星は寿命の末期に近づくと核融合が激しくなり放出するエネルギーが増大していきます。放出するエネルギーというのは星の直径と表面温度に依存するんですけど、赤色矮星よりも重い星だと、この太陽なんかもそうなんですが、エネルギーの増大というのを、その星の直径が増大することによって放出するエネルギーが増えるということになります。太陽も末期には今の200倍から250倍くらいの半径を持つとも言われているんで、すごく巨大化するんですね。こんな感じの、もっと質量が大きい恒星が、こういった進化過程などに対して、この赤色矮星というのは末期になるとエネルギーが増大するというのは他の恒星と同じなんですけど、こちらの場合は直径がそのままに、今度は表面温度が高くなることで、その放出するエネルギーが強くなるっていうふうに言われてるんですね。はい、こんな感じで星の色は高温になるほど、人間の目では赤色、橙色、黄色、白色、青色というふうに変化していくように見えるので、末期で高温になった赤色矮星というのは、もはや赤色ではなく青く見えるというふうに考えられています。これが赤色矮星の正体であるというわけです。はい、続いて紹介するのはこちらの黒色矮星という天体です。こちらは隣にある白色矮星という天体の末期の姿であるというふうに考えられています。先ほどからなんかいろいろ矮星というのが出てきてるんで、ややこしいので後で一気にまとめてみたいと思います。白色矮星というのは太陽の8倍以下の質量を持つ恒星が星の中心部で核融合を起こす物質が尽きてしまった後に、高密度な星の核だけが残った天体です。太陽の8倍以下の星がこれになるってことなので、太陽もそうだし、先ほど登場した一番恒星の中でちっちゃい部類である赤色矮星という恒星も最終的には白色矮星になると考えられています。なので、赤色矮星は生色矮星になった後に白色矮星になるっていうわけですね。で、白色矮星はもともと星の核なので表面はすごい高温で青白く見えるために白色矮星という名前がついてるんですが、恒星とは違って核融合反応でエネルギーを供給していないので、時間とともにじっくりと冷えていくことが分かっています。白色矮星の温度が徐々に低下していって、
最終的には人間の目では明かりが見えなくなってしまうわけなんですが、このように熱を放たずに黒く見えるようになってしまった白色矮星のことを黒色矮星というふうに呼びます。黒色矮星になるまで白色矮星が冷えるには現在の宇宙の年齢でも足りずに、そのために宇宙には存在しない活質上の天体ということになります。ではちょっと矮星シリーズがたくさん出てきたので軽くおさらいをしていきます。まあ、矮星シリーズを理解するためには、Y という漢字が、小さいとか準ずるといった意味を持っているということを知っておくといいと思います。赤色矮星というのは、生きた現役の恒星の中でも最も小さい部類の天体です。そんな赤色矮星は、死に近づくと温度が上がっていって、生色矮星という天体になります。赤色矮星を含む太陽の8倍以下の質量を持つ星は、核融合反応が起こせなくなると白色矮星という天体になります。そしてその白色矮星が冷えて熱を放たなくなると黒色矮星という天体になります。この白色矮星とか黒色矮星というのはもはや恒星ではないので、恒星に準ずるといった意味の Y が使われているといったイメージです。はい、それでは3つ目に紹介するのはファーストスターというタイプの恒星です。こちらは現在の科学者たちが躍起になって探している天体の一つでもあります。宇宙に存在する恒星はそれが誕生した時代によって3つの種族に分類されます。宇宙が誕生してから十分に時間が経った後にできた、例えば太陽のような恒星というのは種族1に分類されます。そして、宇宙のかなり初期にできた星というのは種族2に分類されます。そして他の星が全くないほど本当の最初期に生まれた恒星というのが種族3に分類されて、別名ファーストスターというふうにも呼ばれています。宇宙はもともと水素とヘリウムしかなくて、金属というのは質量が太陽の8倍以上重い恒星が核融合によって生成したものが、その星が爆発して宇宙空間に内部の物質が飛び散ることによって徐々に宇宙空間にばらまかれていったというふうに考えられています。なので宇宙に存在する金属量というのは宇宙の年代によって異なってくるんですね。最初は金属がないんだけど、星が爆発することによって、宇宙の年齢が経過していくことによって、金属の量が増えていくということです。なので、恒星に含まれる金属量が分かれば、その恒星が誕生した年代を推定することが可能になるということになります。ファーストスターというのは他の星がまだ死んだことがない本当の最初期に誕生した星なので、それに含まれる金属量というのはゼロであるというふうに予想されています。金属量が非常に少ない種族2の星が見つかっているんですけど、ゼロで、まさにファーストスターというのは未発見のままです。ファーストスターは初期宇宙に何が起きていたのかというのを明らかにするために非常に役立つ研究材料というふうになり得るので、科学者たちはこのファーストスターを見つけようと遠い宇宙の領域に目を向け続けています。最後に紹介する仮説上の天体はホワイトホールです。ホワイトホールはブラックホールの対となる存在で、アインシュタイン方程式という数式の解の一つがブラックホール、そしてもう一つの解がホワイトホールであるそうです。ブラックホールは数式的にもそして観測的にもほぼ確実に存在しているということが分かってますが、ホワイトホールについては現在まで発見されたことはないですし、現実に存在しているかどうかもかなり怪しい天体です。存在しないだろうという意見の方が多数派ではあるんですが、ただその存在を明確に否定する根拠にも乏しいので、実在した場合はどういった性質を持っているのかということについて語られることも少なくありません。ブラックホールは宇宙の最高速度である光ですらも抜け出せないほどの強力な重力によってあらゆるものをその中に飲み込んでしまう天体です。脱出速度が光の速度を超えるほど重力が強いこの地層の地平面という黒い領域ですね、その内部からは何者も抜け出すことができないというふうに考えられています。一方でホワイトホールはブラックホールとは反対にあらゆる物質を吐き出し、その地層の地平面、地層の地平面と呼ぶかわかんないんですけど、ブラックホールの地層の地平面に当たる何かしらの領域ですね、その中には光ですらも入ることができない天体であるというふうに考えられています。どちらも一方通行であるという点では共通してますね。その他にもこちらのブラックホールに飲み込まれた物質はワームホールを通って、そしてこの宇宙のどこかにある、もしくは別の宇宙にあるホワイトホールから出てくる
なんていうふうにも言われたりしてます。このワームホールを利用することによって、ワープとか、あとタイムトラベルができるなんていうふうにも言われているそうなんですけど、ブラックホールの中からは何も出てくることができないので、その中に何があるかっていうのは絶対にわかりません。なので、このワームホールというのも、その存在を確かめる術はないですし、もはや SF の世界ということになってしまいます。別の動画でこのホワイトホールをシミュレーションで無理やり再現したっていうのがあるので、そちらが興味がある方は、ぜひ今再生中の動画の概要欄、もしくは終了画面から、そちらの関連動画をご覧になってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、宇宙にはまだ人類が知らない天体が本当にたくさんあるかもしれません。まあ、こんな天体たちが宇宙に実在するというふうに考えると、もう本当にワクワクしてきますよね。はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この宇宙ヤバイチャンネルでは、こういった宇宙系の動画を毎日投稿しているので、宇宙が好きだよという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。宇宙ヤバイチャンネルオリジナルペンダントが好評発売中です。Twitter とブログもやってるので、この動画の概要欄からぜひご覧になってみてください。